お願いします。せめてこちらの案に検討くらいは。なんだ、参ってるだろ。検討するまでもない話だよ、これは。二度とこんな無駄な時間を取らせないでくれ。さあ、いつもいつも袖に仕上がって、誰のおかげで死が潤ってると思ってるんだ。私の名前は日原康太。札幌を拠点としている日ハムの運営サイドに所属し、市や札幌ドームから不遇を受け続けている球団のために戦い続けていた。お疲れ様です、日原さん。ああ、新人君か。ありがとう。それにしても、毎日毎日大変みたいですね。まあな。でもこれは、やらなければならないことなのだよ。そこをずっと聞きたかったんですけど、なんでそもそもうちが市やドーム保有権者みたいなでかいとこと戦ってるんですか？そうか。君は知らなかったのか。権力者たちに搾取され続けているこの球団の現状を。搾取ですか？そうだ。彼らは球団がどれほど市に貢献しているかを分かっていないらしい。いや、正確には見て見ぬふりか。2004年に札幌ドームを賃貸としながらホームにしている日ハム。地元密着型でもある我が球団は、市にもたらす経済効果は数十億から200億円以上と非常に高く、東方線を市唯一の黒字にしたりしていた。うちってそんなすごかったんですね。日本一の球団でもあるしな。2016年には250億円以上の経済効果はあったぞ。だけど実を言えば、その巨額のお金の大半はこちらへ入ってきてないんだ。え？嘘でしょ？そんなことってあります？現実にあるんだよ。それもこれも。日原さん、こちら送られてきた請求書になります。来たか。ちょうどいい。これを見てみるといい。そこには我々がどれだけ恩をあだで返されたかの真実が記されているからな。球場の所有権は市にあり、運営権は球場側と札幌市の財界各社にある。そんな彼らから送られてくる請求書といえば。何何？丸月末日、球場使用料1600万円オーバーって、なんすかこの大金。1日831万円って聞いてましたよ、俺。それは素の値段だな。うちは契約で観客が2万人を超えれば1人頭400円加算される仕組みになってるんだよ。それでこの日は4万人を超えたからこの値段ってわけですか。理不尽すぎるでしょ、その仕組み。ホームゲームでの1試合の平均動員数は毎年2万5000人は余裕で超えてくる。つまり基本的に毎試合の使用料は加算されているというわけだ。全て集客と集金が見込めるからこそですか。立ちが悪いところの話じゃないですね。それだけじゃない。公式グッズ代は 30% 徴収されるし、売店や付帯施設の収入は球場側へ。一番の収入源になるはずのスポンサー広告料は逆に球場側に払っているときた。あとはコンサートといったイベント時のトレーニング器具の撤収、再設置費用だな。うち関係ないじゃないですか。どれだけ絞り取りゃ気が済むんすか。合計支出だけ言えば収益はおよそ26億5000万円。このお金で選手の年俸や球団運営費、事務職員の人件費を払うんですよね。16年の年俸が27億円だったから親会社の広告料がなければ終わってたな。うちは地元密着って耳障りのいいこと言っといて、やってることはただの搾取ってことですか。そうした理不尽な現実から脱却するために私は毎日訴え続けているのだ。お願いします。使用料値下げしてくれませんか。経済効果だけでなく、私たちの存在は地域活性化にも役立っていると。すいません。はい、この話終了。あ、そうね、今度から2万人超えたら1人頭415位になりますんで、よろしく。そんな。しかし結果は理不尽に終わるばかり。では球団運営権を民間企業、ひいては日ハムに委託する形にしてください。そうすれば自前球場と同じ形になって、球団が抱える問題が全て解決するんです。こちらの収入が減るんで却下します。ならせめて、長期戦略のために単年契約をやめるのとペラペラの芝をどうにかしてください。アスリートファーストをもっと考えて。却下却下却下。こちらに何の益もない。その他にも、
ネーミングライツの募集に選手が加わりたいと言っても却下されるなど、とにかく妥協を許せない彼ら。何を訴えても一つたりとも耳を貸したりはしなかった。こうなったらあの計画に乗るしかないな。本当どうにもならないですね。なんでこんなことになってるんですか？私が聞いた話では球場が天下り先になっているかららしいが。だからこんな理不尽な行為をマスコミらが報道しないんですね。トップが全てを牛耳っているから。だが安心しろ、もう大丈夫だ。え？こちらはもう彼らと手を切ることにした。大変です。日ハムが本拠地を移転し新球場構想を練っているようですよ。何も問題視する必要はない。どうせ移転なんてしないんだから。使用料についても特に値下げなんて考えなくていいからね。いずれ向こうが使わせてくれと頭を下げてくるだろう。って今頃あちらさんは鷹をくくっているんだろうな。実際強気なコメントも残していますしね。そうしてあぐらをかき続けてればいいさ。こちらにはもう最強の味方がいるんだからな。それこそが移転先となる北広島市。彼らは20ヘクタールの敷地に加えてインフラ整備費の負担、固定資産税と都市計画税を10年間も免除してくれるというのだ。本当にありがとうございます。こんな好条件をいただけるなんて。こちらこそ、日ハムさんが来ていただけて何よりですよ。一緒に地元民と協力しながら新たなエンタメを作っていきましょう。実現可能な我らの移転。すると急にシサイドがこちらへとすり寄ってきた。ずうずうしいことこの上ないな。ということで、札幌市は10ヘクタールの土地を提供したいと思い。10ヘクタールは求める大きさじゃないので結構です。このままではドル箱の彼らを失い、我らの収入がなくなる上は、マコマナイ公園にある20ヘクタールの土地を提供するぞ。マコマナイ公園の提供は環境破壊につながるとして批判殺到ねえ。まあそうだろうな。結局全ては後の祭り、ないがしろにし続けた向こうが悪いってね。その後我々の移転が決定。札幌ドームはこれから先きっと己の怠慢と傲慢によって赤字続きとなることだろう。そうなればこれまで肥やし続けていた収入もまとめてパーだ。その上、私たちのようなお宝球団を逃した市サイドには大量の批判と市の方便役員からの叱責が待っていたそうだ。こんな大化け物めが、貢献者をないがしろにしただけでは飽き足らず、市民まで苦しめるつもりか。申し訳ありません。その後、しがらみと搾取から解放された私たち、これからは建造費600億円をかけて北広島市と共に一大パークを築き上げる予定だ。フィールドはペラ芝じゃなくて完全に天然芝、屋根も開閉型の三角屋根、公園にキャンプ場も整備、観客席上段には露天風呂もつける予定です。温泉に浸かりながら野球観戦とは実にオツですな。前代未聞のこの総合レジャーパーク、ぜひ楽しみに待っていてほしい。